はいどうも、なぎです。というわけで、今回はアタッカーランキング解説 A プラス編ということで、早速やっていきましょう。こちらは僕が個人的に作ったアタッカーランキングを順番に解説していく企画となっています。評価は全部で6段階。武器とキャラは星5が無凸、星4が貫凸の想定となっています。それではまず今回最初に紹介する A プラスのキャラはこちら、レーザーですね。このキャラを一言で言うと、必須の物理アタッカーです。レーザーは雷元素の体験キャラとなっていて、元素スキルが単発押しと長押しの2種類に分かれています。この能力としては敵の防御力を下げたり、自身の元素エネルギーを回復することができるんで、元素スキルでダメージを出しながら敵を弱体化しつつ元素エネルギーを回収、そしてその溜まった元素爆発で通常攻撃を一気に強化という流れが基本となります。この元素爆発中は通常物理攻撃に雷元素の追撃が発生、さらに通常攻撃速度も大きく上昇するので、レザーはこの元素爆発中の通常攻撃の火力の高さっていうのが大きな長所です。レザー自身が雷元素キャラなんで、氷元素と組み合わせることで敵の物理耐性を下げる超電導を簡単に起こすことができます。ここら辺がまさに生粋の物理アタッカーといえるキャラクターですね。レザーは割と初期から人気もあって普通に強いキャラですし、少し前のアップデートでドラゴンストライクと呼ばれる特殊な攻撃方法が見つかったり、あとは蒼白生物の登場のおかげで少しずつ地味に強化されていってるキャラクターでもあります。なので今アタッカーキャラがいなくて困ってるっていう人は、このレザーの育成は選択肢の一つではないでしょうか。それでは次のキャラはこちら、陽光ですね。陽光はレザーと同じく星4のアタッカー枠のキャラで、岩元素の放棄キャラとなっています。このキャラの特徴は何といってもその元素爆発の火力の高さです。テンプレベル10で合計ダメージ倍率 1884% っていうぶっ飛んだ火力を持ってます。しかもこれが必要元素エネルギー40、クールタイム12秒という圧倒的な短さで使える使い勝手の良さ。敵が複数いると弾がばらけるっていう弱点こそありますが、それを差し引いても十分に強い能力です。さらに6凸することでこの元素爆発の後の最初の銃撃を大幅強化する能力もつくので、行子はこの元素爆発と銃撃をいかに使いこなすかがこのキャラを使う上で大切になってくると思います。バージョン 1.3 で岩の元素共鳴が強化されてからさらに評価が上がったキャラなので、正直今回 S ランクに入れるかどうかで一番悩みました。特に勝利やアルベドといった優秀な岩元素のサポートキャラを持ってる人はぜひ試しに陽子を育成してみてください。はい、それでは次です。最後のキャラ。最後の A プラスキャラはモナですね。モナに関しては本来サブアタッカー寄りのサポートキャラなんですけど、水元素の放棄キャラってことで一応メインアタッカー運用もできます。モナ自身のメイン性能がめちゃくちゃ強力っていうわけではないんですが、このキャラはいろんな生物との相性がめちゃくちゃいいんですよね。最近実装された絶縁しかり、水元素アタッカー用の生物、森林とも普通に相性抜群なんで、割と生物次第では全然メインアタッカーとして運用することができます。あと、このキャラのいいところとしては、太ももが、このキャラのいいところは自身の元素チャージ効率の数値によって元素ダメージを強化するっていう能力が結構優秀なんで、モナ自身の元素チャージ効率を上げていきながら攻撃力もまんべんなく伸ばしていきましょう。とはいえ、モナは元素スキルのデコイが若干使いづらかったり、元素爆発もバフ効果があるので、やっぱ使うならサポート用の方が輝くかなと思ったので、今回は A プラスとさせていただきました。ただ、モナは1凸できていると通常攻撃の火力が結構上がるので、凸数次第ではまた評価も変わってくると思います。はい、ということでアタッカーランキング A プラス編はレーザー、行子、モナの3人でした。それでは次回 S ランク編もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。